お待たせしました。主役の登場です。お忙しい中、佐野市田沼くずの皆さん、たくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます。いよいよ今日から衆議院選挙スタートいたしました。私にとって11期目の戦いとなります。これまで皆さんにお支えいただいて、政府においては経済産業大臣、経済再生担当大臣、外務大臣、また党においては選対委員長、政調会長、この3年間は幹事長、さまざまな役職、おそらく全ての国会議員の中でも一番多くの役職を経験させていただいたのではないかなと思っております。この経験、実績というものをこれから地域の発展のため、そして日本の将来のためにしっかりと生かしてさらに頑張っていきたいと思っております。佐野市ではイズラルのインターンを完成して、4本のインターン、これを持つ物流の拠点、交流の拠点となってまいります。そして私も足利市の一番田舎、中山間地域、分校に通いました。中山間地域において農業を営む、しっかりと生活ができるような環境を整えていく、このことは国土を保全する、こういう観点からも極めて重要だと思っております。経済が発展をし、同時に自然環境に恵まれた、より住みやすい佐野市にしていきたい。同時にここに生まれて育った子どもたちが、佐野に生まれてよかった、佐野に育ってよかった、そして佐野で仕事をしたい、そう思ってもらえるような環境を整えていきたい、そう考えています。今回の選挙、決して順風な選挙ではありません。政治資金の問題があります。この問題について、先の国会で政治資金規正法の改正を行いました。二度と同じような問題を起こさない、こういった思いで、政治改革に終わりもありませんから、これからもさらなる改革を進めていきたいと考えています。同時に今回の選挙、衆議院の総選挙です。まさに政権を選ぶ選挙になっています。国の安全を、そして国民生活の安全安心をどの政党に、どの候補者に委ねるのか、これが問われるのが衆議院の選挙になってくるわけであります。経済で失敗をすると、政権が倒れて政治が不安定になります。外交で失敗をすると国が傾いてしまいます。民主党政権の3年間、日米関係がガタガタになってしまいました。そしてそれによって中国に東シナ海、南シナ海につけ込む、さらには尖閣諸島につけ込む、こういう余地を与えてしまったわけであります。そういったことがあってはならない。必ずこの国の領土、領海、領空、これをしっかり守る、これには経験が必要なんです。一朝一夕ではできないと思っております。私も戦後一番難しいと言われた日米貿易交渉担当して、しっかりとまとめました。外務大臣も2年2ヶ月務めてまいりました。日米貿易交渉大変でした。相手がトランプ大統領ですから、そこの中で日米関係をしっかりとまとめていかなきゃならない。アメリカ側の最初の要求は米の市場開放でした。米の市場開放っていうと、日本はそれだけは勘弁してくれ、その代わり他のところは譲るから言ってくると思って、米の市場開放と言ってきました。私の答えは全く違った答えをしました。米ですか、アメリカで米を作ってるのはカリフォルニア州ですよ、カリフォルニア州でトランプさんを支持してる人なんていませんよと、相手方を喜ばせて本当にいいんですか、こういう話をしたら、うーんとうなって、じゃあ次の話に行こうということになりました。そういうことなんです。場数を踏んで、お互いが納得できるような合意を作っていく、これが外交で、急に政権についてもそういうことはできない。
自民公明25年間の実績経験をもってしっかりと国の外交安全保障、これを確立していきたいと思っています。経済、民主党政権の3年間で550兆円あった国の規模、名目 GDP は500兆に下がってしまいました。我々が政権に復帰をして、私は経済産業大臣になりました。そしてアベノミクスを進めることによって50兆下がってしまったこの経済規模を550兆まで持っていきました。さらにこの3年間でようやく今年は600兆円を超えるというところまで来ました。さらに経済を伸ばしていきたい。そのためにこの選挙が終わったらすぐに総合経済対策、補正予算を作ります。冬になると電気代が上がります、ガス代が上がります。物価対策を進めなければいけない。同時に地域には中小企業も地場産業も農業もデジタル化をすることによって、機械化をすることによって、まだまだ成長する、生産性を上げる余地が残っています。そういった支援策、思い切った支援策を盛り込んでいきます。さらに今いつどこに災害が起こるかわからない、台風が来る、大雨が来る、こういった災害が頻発する、こういう状況に我々は直面をしています。事前に道路の拡幅をする、河川の改修をする、こういったインフラの整備をすることによって、一旦台風が来ても、そして大雨が降っても災害を防げる、そして災害が出てもそれを最小限にする、そのための防災減災国土強靭化、これにもしっかりした予算をつける、こういった補正予算もしっかりと組みながら経済をぐいぐいと押し上げていく、こういう政権を作りたいと思っております。経済も外交も社会保障も、一体政権を任せられるのは誰なのか、そしてどの政党なのか、どの政権なのか、これが問われるのが今回の選挙だと考えているところであります。12年分に無役で迎える選挙です。外務大臣でもありません、経済産業大臣でもない、無役で茂木敏充迎える選挙になります。そして自民党にとって逆風の中での選挙ということになります。それでも私は、私の仲間、そして後輩、そして私が見出してきた全国の新人議員、これが今デッドヒートの戦いを行っております。その選挙区、北は北海道から南は九州、沖縄まで全国を応援で回らなきゃなりません。一人でも多くの人間を国会に戻すことによって、また仲間を増やす、これがリーダーになっていくためのどうしても必要な条件になってくるわけであります。無役で迎える選挙、逆風の選挙、そして候補者本人がほとんど地元にいられない、こういった厳しい条件の中の選挙でありますが、ぜひ皆さんのお力を借りて圧倒的な成績で当選をさせていただきたい。田沼の皆さん、葛生の皆さん、お力をお借りしてよろしいでしょうか。ありがとうございます。こういった難しい中での選挙で圧倒的な成績で当選することが、次の本当の意味でのトップに向かう、その条件になってくる、そういう思いで私も全力で取り組んでまいりたいと思っております。選対の幹部の皆さん、そしてお集めの皆さん、皆さんを通じて一人でも多くの田沼の皆さん、葛生の皆さんにお声掛けをいただいて、圧倒的な勝利で国会に戻していただきたいと思います。茂木敏充、全力で戦ってまいります。最後の最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。